私の誕生日のタイミングでございます。今回ついに我が城をですね借りることができました。私への人生最大の誕生日プレゼントでございます。一斉のこんな色になってます。はい、どうも皆さんマグニーでございます。ご覧いただきまして、マグニーさん、はい、そしてマグニーさんもいらっしゃいますけれどもね、はい、前回私の人生最大の誕生日プレゼントということで秘密基地の中身ご覧いただきましたが、いかがでございましたでしょうか。もう最高ですね。エアコンもついてはもう最高の場所です。気になる方はぜひ前回の動画ご覧くださいということで、今日はその秘密基地に我がアウトドアグッズをですね引っ越しし、秘密基地を完成させていきたいと思います。どうよ、すごいからね。かなちゃんはもう家の中すくし最高に嬉しいし、歩いて私への誕生日はなんでやねん。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ私への誕生日プレゼントとはいえ家族の秘密基地というか、まあそんな使い方でいこうと思っておりますので、これから大変な秘密基地作りのための家からのこう物の引っ越しを、まあ大変だと思いますけども行っていきたいと思います。運び入れて置いていくっていうところ、もしかしたらまあ前編後編に分かれてなると思いますけども、ぜひお楽しみくださいませ。では行きますか。レッツゴー。はーい、よいしょ。久しぶり出しましたこいつ。たくさんあるので運び出さないといけないのでね、これを出します。まあ言うて1回に運べる量がそんなにないのが、まあネックよいしょっと、寝袋、テント、まだまだよいしょ。どうぞ見てください。ウォーターコードでキャンプに行くんですけども、キャンプの時テントがありますよ。テントありますね。テント入れますよ。何回も車の方に持ってって荷物をね車に積んでいきたいと思います。まあ1回できればいいなと思ってるんですけど、たくさんあるんでね、私が持ってるアウトドアグッズをですね全部全段発射するような、本気の全段発射ですね。一緒にご覧いただければと思います。待ってね。まあ一旦こんな感じで言うて、部屋の方もね久しぶりに GH5 を手に持って設定しますよ。お部屋の方もほら少しずつ捨ててきましたよ、こちらの部分と。でここも持ってって、で実はねここに服がいっぱいかかってるんですけども、これが車中泊のフレームなんですよ。うん、ちょっと訳あってこれを外してたんですけど、その訳をまだ貫通できてないんですよ正直。それはおいおいやっていくということでね。他はここだけじゃなくてこの中にもあったりだと、そうですね、これちょっと見えてるでしょ、こういうのとか、ほらこの辺のとか、うん、要するにここもガラッとつきますね。はい、母が登場。母、どうもマグサンステーションでございます。どうもです。引っ越しやってテンション上がってもう朝からウキウキして入りますわ。すごい誕生日プレゼントやと思いますね。いやいや、誕生日プレゼントって一回こけでしょ。これ毎月かかってくんなら言うて、お前毎月かかってくんなら。そんな、あーはーい、そんなことは。あーまあね、だいぶ好きますよって、家が家らしくなるよね。もうだからこの引っ越しが決まってたんで、もう家の中めちゃくちゃ、ここにシューズクローゼットがあるんですけども、ここももうシューズクローゼットじゃない、キャンプクローゼット、シューズ置きたいな。だからでも寝袋でここの荷物めっちゃ多い、あるやん。多いよ、めちゃくちゃ多いでテントだらけやん。そうなの。準備。私はちょっとね、遊んでる前から考えたことあります。かわいいね。よし、順次運んでいきたいと思います。まあ積みながらね、結構な大仕事だ、頑張ろう。よいしょ、初入れ成功。これから荷物あげます。多分あともう一回行けば全部持ってこれるかとは思うんですけども、頑張ります。よし、やってまいりました。昨日ご紹介しました秘密基地にやってきてます。荷物を今からここに下ろすので、1階にキャンプでねリアルで使うようなものを置いていく。で、まあ、2階は、まあ使うか使わないか分かんないようなものを、コレクション化のような、何がどこにあるかっていうのが分かりやすいような配置で、棚とかも今後はねまた IKEA さん行こうと思うんで、今日は荷物を全部運び込むと、いうところでございます。
もう一回往復して、もう一回来ないといけないので、今様子見ながら、でそこからまあ後編に移っていくような感じにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、すっからかんになりました。で、ご覧ください、この凄惨な姿。欲の中に積んでいたがゆえの木くず、アウトドアな車って気がしますね。ここにもうちょい泥でもあればね。ということでね、おそらく最終便になると思いますが、出発したいと思います。大変、ここ運び入れるのにめちゃくちゃ大変ですわ。ちょっともともとマグリさんに積んでるやつを運ぶ感じで行って、で、これから第2便なんですけど、あとやっぱ2回ぐらい行かんとダメかもしれないですね。大仕事じゃ、大仕事じゃ。邪魔かな。第2便ですね。久しぶりにね、マグリさんこんなに、うちの車こんなに積んだのに久しぶりに見ました。じゃあ第2便行ってきます。3往復目です。ありがとうございます。やっぱり行ったね。行ってね。3は2で行けるかと思ったけども、いやー、よう工程な思っていっぱいありました。懐かしがってたもんな。こんなあったんやな言うてな。まあ、3往復で、まあ、最終のこの時間なんかみんながキロにちょっと混んでるんです。ちょっと混んできたの。3往復目全然進めへん。これが都会の辛さですわ。みんなイライラして始めるんでね、いいことがないっていう。そういうみたいな。そうないもん、ね、全然ないんですけど。ちなみにあれよ、マグジョーさんと家族3人で、はい、マグリーに次ぐその倉庫の名前を考えよう、考えまして、考えて、後で最後に発表しましょう。発表しよう、この動画の最後で名前をね、発表したいと思います。今回ちょっとマグジョーさんにね、そう、命名していただいたね。な、後でちょっと教えてな。声入ってました今。まあ、実は私も今ちょっと忘れてんねん。忘れてんのかい。何やったっけ。お前らよ、マグリーは男の子だから、せめて女の子の名前に、ね、あ、そう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 、それでね、つけたんやけど、私も忘れたね。さっきあの、なんかあのマグジョーさんがマグッちゃんを言われてる。マグッちゃんとかね、マグミーとか探してもないです。何あったりして、やっぱはい、うん、ああ、なるほど。どうですか、すると買ってしまうやん、うん、ってことで夜会話の中で決まりましたんで、はい、ということでね、最後の荷物を入れて、名前発表して、ぴょーって出てきね、むちゃくちゃいい感じの場所なんでね、ワクワクします。ワクワクするね。どうしようか、まっかれましたけどね。まもなくなので、いきます。ゴーゴー。はっはっ。やった、よっこりしてる。第3便じゃ。行きますよ、皆さん。ここはもうバイクもこう運んでくる、来ますから、ゆくゆくはね。母上の方が辛そうな立ち位置ですよ。私が上と下振り分けないといけないという。ほら、皆さん、うちの母ちゃんの土。これで終わり？そう、あとでっかいの私持って上がるんですよ。それだけ？怖い怖い。大丈夫か？怖い怖い怖い。唇見つめない。見てください。もう荷物今見えて、もうそのパンダがもう母さんのこと、パンダの顔がね、うしょ、やってますわ。子供の声だ。今日の作業で3キロ痩せたかな。まあ、帰って3キロの肉食べるんで、プラマイゼロか。ということでございまして、皆さん、運び終わりました。すべて。
はい、大事に忘れてよ。あー大事に忘れてる。ちょっと忘れてます。飲みでっていいな。うんじゃん売れない歌手の CD ジャケットとかいけんやめしょうがないやつやめ売れへん歌手の CD ジャケット今いいとこです。ピンと合ってるか自信ないけど、ってことでね、今終わりました。ということで、これは分かるんじゃないでしょうか。我々は体力は暗いけど、未来は分かんないけど、未来は分かんない、もう体力ないわ。体力は暗いでございますけどもね、もう二度とどっかへ引っ越すとかしたくないな。ほんまですね、お金かかってでも引っ越す業者に頼みますはい、ってことで、無理だわして、無理だわして、今すやっとそうなんですよされておりますので、名前の発表をねしていただきたかったんですけれど、ここは私たちの方から。あ、そうですそうです。こちらの場所の名前ですが、せーの、マグロ。マグロや思ったでしょ。ちゃいますよ、マグロです。では、この辺でお会いいたしましょう。バイ。